はい、皆さんこんにちは、中の人のイサコムです。これがね、見て、いつも僕が作業している机とか椅子とか、まあパソコン仕事をする場所、なんですけど、もともとこんな感じじゃなくてね、椅子はプレゼントでいただきました。ありがとうございます。机の方もね、もともと普通の木の机だったやつをこんな風にして、自分なりに DIY で作りましたね。こう木の普通の机をペンキ買って色塗ってゲーミングデスクっぽくなんとなく仕上げてね、お金もないので、はい、こんな感じで普段からここで PC 作業の方をしています。ということで今日はね、プリンターのインクがなくなったのでちょっと買いに行こうかなと思っています。プリンターものインクもね、高いんですよね。2つで結構な値段する。その割にあんまり印刷できないけどね、まあ仕方がないのでね、買いに行きたいと思います。はい、車に乗っていざ出発。途中お腹が空いてないでパン買って見て美味しそうでしょ。だけどこれよ、これあんなっちゃうよねと思ったらさ、なんか進めていくうちにこんな感じになっちゃって、バランス悪いけど結局美味しいからまあいいかっていう感じですかね。で途中でこれね、アラジンエースクラシック。昔アラジンエースっていうのあったんだけど、すごくその頃はね、売ってて、懐かしくて、ついついこれ打ち始めてみました。そんでまあ出ないかな出るかななんて思ってるうちに、やっぱりね、アラジンエースのあのアラちゃんの音楽聞きたいわけですよ。ダーン、聞きました、アラジンエースじゃないや、アラちゃん、ね、で見て、青葉狙いと、まあもちろんこれ確定演出なのかな、よくわかんないけど、揃いました。ここからですよ、ここから。まあアラちゃんの音楽聴けたり、いろんなね、当時の音楽も聴けたりするんだけど、嬉しくてね、嬉しかったり懐かしかったりで、売ってて結局完走、2400枚で完走なんだけど、完走しました。嬉しかったな、ありがとうアラジン。で結果3214枚、これね、乾燥した後に引き戻してこの枚数、いや嬉しい。ということで豪華に夕ご飯をしてみましたよ。カツ丼美味しかったな。あれ、あ、すっかり忘れて買うの忘れて帰ってきた